うりゃよかったな。うりゃうりゃ。はい、それではこの吉原キャンプ場の簡単な紹介をしたいと思います。場所は、石川県、宝達清水町で吉原にあります。で、利用料は、事前に電話して800円ですね。で、800円払えばもうなんか何人で来るのとか何も聞かれなかったんで、もうそこは自由な感じだと思います。1回800円みたいな。でね、トイレは超ボロいです。一応水循環式のトイレでこんな感じですね。虫の苦手な人はダメですね。はい。でですね、まあ設備的には一応簡単な、まあ屋根のついた場所が一箇所ありまして、まあテーブルとかもありますけど汚れてますね。で、ここに山の水を引っ張ってきた、まあ水が流れてるんで飲み水としては使えないですけれども、まあ洗い物とかここでできるって感じですね。飲み水は自分で持ってきた方が良さそうです。で、まあまあ今日来て実際こう今キャンプしてる真っ最中なんですけれども、個人的には結構気に入ってるんですね。で、なんでかっていうと、ここ多分結構あのマイナーなキャンプ場になると思いますし、で、やっぱ敷地の広さも狭いので、おそらく他のキャンパーと被ることがないです。僕は今日もうまあ乾燥ですね、なんか近くに民家ありますけど乾燥の状態になります。なので、まあ僕も含め、YouTube の撮影をしたりする方にとってはここはもう最高の場所ですね。ある程度大きな声出しても大丈夫ですし、他の人に見られる心配もありません。なんで、まあ、YouTube 撮影とか、あとはグループでちょっと騒ぎたいぐらいの、あんま騒ぐともう民家あるんで怒られますけど、まあちょっと騒ぎたいぐらいだったら、まあここ使うといいんじゃないかと思います。まあまあいろいろね、思うところあります。ちょっと女性には厳しいかなって感じですけど、まあよかったら一度来てみてください。うりゃよかったな。うりゃ。うりゃ。うりゃよかったな。テレアさんか、こっち向かんくなったな。Oh,
完成でーす。今日はね、キャンプ仲間から借りた、ムーンライト2型をヘッドホンにしてみました。こんな感じです。まあ2人用なんですけど、BOD のワイドキャンピングベッド入れたら、ここいっぱいになりましたね。まあまあ、でも寝るだけのテントって考えたらこんなもんですね。あと荷物はもう配達ベースに入れるなり、このタープの下に入れるなりしたいと思います。このモンベルの、ムーンライト2型、まあ今残念ながらちょっと廃盤になって、まあ中古であるだけなんですけれども、まあこの多分ムーンライトシリーズは全部そうだと思うんですけど、まあ知人から借りて、で、初めて立ってみたんですね。で、もう基本不器用なんで、だいたいつまつくんですけど、もうあっという間に立てれました。まあ、月明かりで立てれるっていうのも、もう納得ですね。まあ、よかったら、他の方、試してみていただければと思います。